密着カメライライラ選手権。はい、ですか、今回はですね、はい、僕たちやっぱドキュメンタリー好きじゃないですか。はいはいはい。ザ・ノンフィクションとか、うん、まあ情熱大陸とかそういう好きじゃないですか、はいはいはい、で結構密着受けてると、うん、まあタレントさんでも一般人の方でもこう思わずちょっとイラついてまう瞬間ってあるんですよ。ずっとカメラを撮ってる。はいはいはい。もうずっと何ヶ月かもね。そうそうそう。で美奈子さんの旦那の人とかも切れたじゃないですか。もうレスラーのね。そう、奥さんに切れるとかあるんですけど、だんだんもうカメラに切れてまうみたいな。そういうドキュメンタリー番組あるよね、たまに。そう、スタッフさんに切れちゃうみたいな、ね、そうそう。で今回はどっちがその密着に対してイラついて切れれるかっていうのを対決したいなと思います。なんかいいんだよね、うん、ドキドキするんだよね。ドキドキする切れた瞬間ってドキュメンタリーなんて切れてなんぼやから、そう、グッと面白くなっちゃうなるんだよね。そう、グッと密着、背中がね、こう浮くのよ、一回。そうそうそう。あの感じをちょっと皆さんにも味わってもらいたいなっていうのがあるんで。やっぱたまに賞レースのカメラにイラつく時あるけど、そこは使われへんからね、絶対に。イラついてる人もいるだろうね。うん、まあね、うん、確かに。僕たちがもし密着受けた時にどうイラつけるか、うん、これをちょっと対決していきたいなと思います。わかりました。で、まあカメラマン役はいつもの、チェヒロシとカナイ君、どっちか、はい、選びますんで、好きな方選んで。あ、なるほどね。はい、やりたいなと。まあ、多分ヒロシの方が上手いでしょうけど。イラつかせる、密着としては。まあ、でしょうね。はい。じゃあ、ちょっと対決していきたいなと思います。はい。では、早速それぞれのやつ見ていきましょうか。はい、はい、やりましたんで。はい、体調悪いっすね。体調悪いね。それどこまでめっちゃ悪い。まあいいね。いや結構スケジュールパンパンだったじゃないですか。はい、はい、ちょっとマジで全然寝れてないくて、あーやばいなこれ。ちょっとマジで休んでいいっすか。はい。いや、マジでマジで、ちょっとマジで、休んでいいですか。はい。でも本当に、いや、本当にマジで、マジで体調悪いんで、いいですか。ちょっと、いや、マジでマジでマジで、本当に本当に、ここ本当にあれなんで、ちょっとあれなんで、まあ密着なんで、いやいやいや、マジでマジで密着で、本当に。いやいや、マジでマジで、すいません、すいません。いや、いいっすか、マジで、本当に。もう行って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 、マジで。いや、元気やん。すいません。ああ、いや、マジですわ、でもこれマジでマジで、いや、いいって、マジで、いや、マジで体調悪いんだよ。ちょっとマジでいいか、本当にちょっとマジで休みたいんだ。いやいや、もうマジで、もう本当だよ、マジで本当にシャレにならないから、シャレにならないから、今シャレになってないんで、これ本当シャレになってないんで、密着とかだよ、ね、マジで密着だったら、これマジで今どいて、今マジで密着だったら、逆に何言ってんの。わけわかんないこと言うね。え、マジこれ、え、まだ撮ってる、やっぱマジで、もういいってマジで、こっちの声ある、出てけってマジで、はは、マジか、だるまさんが転んだっているんで、あ、いいね、元気やから、うるせえ、そらマジで出てける、
なるほど、はい、はい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 、ポイントみたいなのあります？まあグラデーションかな、徐々に上げていっても最後はもうめちゃくちゃ、うん、あもうずっと聞かないから、うん、密着のスタッフが忙しいですね。でもう最後はもうスタッフじゃなくてもその場でもう怒りをもう声荒げて自分でハッっていうところがねだいぶ俺とはちょっとタイプが違ったな。うん、でも確かに大きい声出せるのがええなとは思いました。大きい声出したな俺が外行ってもうたから。はい、じゃあ次僕の行きますか。どういうこと？いやいや、それ言うてるやろ俺。言うたよな俺、藤川君に。違う、女用の面が嶋佐で、俺が普通のじいちゃんみたいなんで。うん、単独前って前ってね。うん、そうそう、逆になってる。そう一番ピリついてる時、はい、3日前。ちょっと外ですか？え？外行きます。はい、ちょっと外行きます。やばいな。だいぶちょっと早歩きになるけど、イラついてる。ついてきてるね。巻こうとしてる。外行きますわ。はい、なるほどね。あ、ついてきます。あ、もう、あ、じゃあ持ってくれたことあります。まあまあ、別に。回り込もうとしてくんのよ。顔の表情を撮ろうとして。反発のズレかな。あ、ちょ、邪魔っすよ、そこ。邪魔っす。そうし、この回り込んでくるの。イライラしてます。いや、イライラっていうか、まあ、焦ってますね、ちょっと。もう3日前ですね、単独。いや、そうなんすよ。だから、やばいんすよ。こんなことしてる場合じゃないっすよ、マジで。もう、ネタとか。いや、普通に。一人になりたいというか、やばいっすね、マジで。これはちょっといいっすか、もう一人にさせてもらって。いや、今日密着なんで。いや、もう何もないでしょ、これ以上密着しても。ちょっと一人にさせてください、マジで、やばいんで。ありがとうございます、すいません。密着なんで、あっしゃ、すいません。あ、どうか。もういいでしょ走ったとこで終わり。俺連れてきてると思わなかったわ。まだ走った大丈夫だ。ここええねん。終わり。もう終わり。もう笑ってるから。単独3日前ですけど。もう今。もうこれぐらいで。何してんのお互い。ちょっと何これ、どこまで。走ったとこで終わり。俺びっくりして、走ってフレームアウトして終わると思ってパッと振り返ったらまだおるから。変なやつが。あ、それは秀吉が。そう。あ、走ってるとこで終わりなの。走ってるとこで終わり。走ってるとこで。いや、これはなかなかだったけど。ちょっとね、あの声荒げれんくて俺は外やったから。そう、はい、まあまあまあ、まあ、タイプは違うんじゃないですか。タイプは違いますけどね、うん、じゃあこれ判定もらえますか。はい、難しいな。まあね、ちょっとタイプが違いますからね。うん、じゃあ判定しますね。はい、勝ったのは、はい、屋敷。よし、よっしゃー、マジで言ってる。よーし、やば、マジで。マジで、いや、やば、マジで。俺以外全員やばかったってこと。ここだから、真剣に手しました。とりあえずこれ、とりあえず週1でやっていこう、この曲。丁寧に逆に付き合います。
いやいや、絶対にやりません。面白くなかったね、意外と。まあまあ、はい、まあまあ。別のシーンの選手権もあってやりたいなと思いました、その、うん、なるほど。ドキュメンタリーの違うシーン。ああ、はいはいはい。泣くとかさ。ああ、なるほどね。ついつい本音言うてまうとことか。なるほどね。うん、ドキュメンタリー選手権。ドキュメンタリー選手権はまあ。関口さんはどうでした、やってみて。やってみて、うん、やっぱ。大変な、ディレクターさん大変なんだろうなっていう、この密着の何も分かってるのよ、ちょっとあんな一瞬でやっぱ、切れられるとちょっと怖ってな、やっぱなっちゃう。ああ、やめたくなる演技でも、なるほどね。ああ、そこで回し続けたもんね。俺がやめろっつったのにまだ回してた。で、やめろっつってもやめないのが仕事だからいや、でも、笑ってたよ、俺もやめちゃダメなのかな。マジでこいつなんやねんと思って、途中まあまあまあ、ちょっとまたこれがもしちょっとでもこうやったらまたやりたいなと思いますんで、はいはいはい、皆さん、わかりました、お願いします。ありがとうございます。